ありがとうございます。サーシブです。今回もファイアーエンブレムエコーズもう一人の英雄をやっていきたいと思います。で、前回、こことここ、まあ、3戦やりまして、この森の村にね、行けるようになったので、ここからやっていきましょう。わい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 、ウォーナイトが来る。会話、まあ、クリフはいいでしょう。おばちゃん。何か用かい？この村には何もないよ。起きてを守って、ひっそりと暮らしていたのに。ドゼやリゲルの兵隊たちにめちゃくちゃにされちまった。あんたたち解放軍なんだろ？頼むよ、ドゼに一泡吹かせてやっておくれ。ふんふんふん、なんか襲われちゃったらしいですね。移動、移動場。あ、待った、その前に調べてない。なんもないってことはないんだよな、やっぱな。オレンジの木は調べても多分何も出ない。木製の壁、あとは何もないかな。じゃあ広場戻りましょう。リュート、旅の商人、老人。リュートやデューテはこの村を開いた祖先、英雄ソフィアの一番弟子と呼ばれた魔導士の子孫でしてな。代々優れた魔導士が生まれる家系なのです。このことはこの村の者と国王しか知らぬはず。一体誰がリゲルに漏らしたのか。ん？リゲルに漏れちゃったから何が起きたんだろうね。なんかよ、俺は旅の商人さ。態度悪いなあんたの持っているものを一つだけ、あんたの望むどこかの誰かに届けてやるよ。今あっちに渡すようなもんないよね。とりあえずリュウと話してみよう。お前たち解放軍の者か。そうだけど君は。俺の名はリュウト、この森の村の魔導士だ。頼む、俺の妹を助けてくれ。妹？妹のデューテはこの村で最も優れた魔導の素質の持ち主なんだ。だがそれを嗅ぎつけたリゲルの妖術師タタラに捕らえられてしまった。今デューテは奴に操られ北の水門を守っている。リゲルは水門を閉じ続け、このソフィアを水に沈めるつもりだ。なんだって？ソフィアに洪水を起こすつもりなのか。そうだ、お前たちもそれは阻止せねばならないだろう。妹を救ってくれるのなら俺も手を貸そう。タタラさえ倒せばデューテは正気に戻るはずだ。おお、リュートが仲間になりました。リュートさん強そうだけど見た目は。あ、なんか反応に困るなまあレベル7だしね、まあしょうがないよね、うん、はい、じゃあ村人と一交代。リュートさんもレベル上げないとだな。他が強すぎて見劣りしちゃってるよ。んもうないかな多分。たまにすげえ見にくいのあるから困るんだよね。多分ないと思う。民家1。場合は土勢の手下たちってしょっちゅうこの村に来ては荒らして帰って行くのよ。中にはたちの悪い騎士に連れ去られた子もいてね。リゲル帝国は洪水を起こそうとしてるっていうし。ああ、いつになったら安心して暮らせるようになるのかしら。あんたたち解放軍の人か。噂じゃ土勢の砦に捕まってる解放軍の兵士が近々見せしめに処刑されるって話だぜ。なんだって？マチルダか。ああ、早く助けに行った方がいいんじゃないか。あら、まあそいつはやばいな。処刑されちゃまずいでしょう。オレンジ、なんかろくなもの起こってねえな本当なんもないね。
鍛冶屋。あ、こっちにも鍛冶屋あるんだね。民家に行こう、先に。会話。ああ、解放軍の方々、どうか助けてください。私の娘がガーゴイルにさらわれて、西の祠に連れて行かれたのです。助けてくだされば、私の宝物を差し上げます。どうか力をお貸しください。このおっちゃんの宝物ってなんだろうな。記憶のかけら。今のは光ってたからすぐ分かったわ。でもそんなもんかな。他ないよね。ろくなものねえな、おい。鍛冶屋。なんか、セリカ軍の時と、全く同じだね。あっちも飲み水あったもんな、確か。場合は、なんかあったっけ？そんなにお金もねえしな。いいや。ありがとうよ。というわけで村出ましょう。アルム、少しいいか。なんだい。あのリュートという若者の妹のことだが、安請け合いをして大丈夫なのか。リゲルの妖術軍団を前に村娘一人守りきれると誰が言える。クレーベン、確かにそうだけど、でもリーダーは君だ。君の決定には従おう。だがこの解放軍は娘一人を救うことが目的ではない。時には非情になることも必要だと思わないか。もしもさ、これが村の女の子じゃなくてお姫様だったら、クレーベはきっと命を懸けても助けるんだろう。しかしそれは、僕だって全ての人を救えるなんて思ってはいないよ。クレーベが言うように、誰かを見捨てることもあるかもしれない。でもそれは平民だとか貴族だとか、そんな理由であってはいけないんだ。僕はそう思うよ、アルム。みんなには迷惑をかけることになるかもしれないけど、どうか力を貸してくれないかな。クレーベノーコメントかい。最後なんか言えよ。じゃあとりあえず同勢を倒すところまでやろうかなと。あ、そうなんの。あ、そうなんの。あ、そうなんの。グレイさんお久しぶりですね。まあいいや、勝ったね。オールカット、オールカット。というわけでちょっとねハプニングがあったんですけども、まあ普通に倒せましたということで、土税戦気を取り直してやっていきましょう。土税の砦包囲戦。マチルダ。フェルノ、どうしてここに。助けに来てくれたのか。いや、違う。俺はもう解放軍の一員ではない。何？どういう意味だ？さあ、俺とクレーベでは求める理想の形が違っていたということだ。俺は今リゲル帝国のベルクト様の下で戦っている。何だって。正気か、フェルナ。解放軍を抜けただけではなく、ソフィアの敵となるつもりか。ソフィア。ああ、あの無知で野蛮な民の国か。俺の祖国である誇り高く豊かなソフィアは滅んだ。もう未練など塵ほどもない。フェルナ、なぜそのようなことを。お前とクレーベはあんなに分かり合っていたではないか。今からでも遅くはない。解放軍に戻るんだ。クレーベならきっとお前を責めずに迎え入れてくれる。俺にもお前がいてくれれば。え？なんでもない、くだらないことさ。ドゼはもうじきお前を処刑するつもりだ。俺は明朝ベルクト様とリゲル帝国に立つ。さよならだ、マチルダ。
ルナ。マチルダさん結構美人だね。まあまあそんな話はどうでもいいんだよね。お、手槍持ってんの？あれなんかこいつ盾持ってんじゃなかったっけ？あれ？あれか、土星の砦の中に盾あんのかな？なんか取り返してくれみたいな話があったよね、確か。おお、マチルダさん。え、結構綺麗じゃない？すげえどうでもいいんだけど。いいね、このイラストいいと思うわ。ステータスもまあまあいいんじゃない？うん、魔法高いしクレービーよりいいんじゃないかな、わかんないけど。まあ守備はちょい低めだけど、まあそこはレベル上げてればカバーできるんじゃね。じゃね。まあまあいいや、とりあえず陣形整えましょう。はい、というわけで準備できたのでやっていきましょう。どうぞ様、反乱軍が砦の前に到着しました。くそ、やつらめ、とうとうこの砦にやってきよった。クレーベ、あの堅物が最後まで取引には応じずじまいか。こうなってはもう用もない。弓部隊、あの牢の女を処刑しろ。ああ、取引ってそういうことか。多分クレーベにそのマチルダを処刑する代わりに何か要求してたのかな。任せたまえ。で、あれも突っ走ってもいいよね。お任せください。どうしよう、やめた方がいいかな。頑張るね、負ける気がしませんわ。とりあえず余裕だ、言ってやってもいいぜ。かき集めて、あれもどうしようかな。14、14、17。まあいいや、あーうーん、まあいいか、ここによ。どうせ1ダメージしか食らわないので。お、そんなとこに魔女いた、気づかんかったぜ。いてえ。あのエフィからね、竜の盾を外してリュートに竜の盾をつけちゃったので、非常にエフィが柔らかくなりました。ゾンビの出方えぐいな。ローの中入っちゃってんじゃん。あ、これあれか、これナルハヤで、ナルハヤで行かないとやばいやつ。これそうだよね、これナルハヤで行かないとやばいやつや。ナルハヤで行かないとマチルダが死んじゃうやつ。ここから届く？さすがだぜ、さすがだぜ。だけど、まあどの道あるもじゃ倒せないのか。こいつどうしようかな。割とそれ問題、硬いし。1ダメージのやり合いみたいな。あーでもエクスカリバーなら3ダメ入るか。クレーベって何マス ?8、1、2、3、4、5、6、7、8。どの道か。じゃあクレーベで倒すかと思ったけど倒せないわ。その手を。オッケー。まあとどめは、あーでもどうしよう、クレアこっち行きたいけどどの道倒せないか。いや、クレアで取ろうかな。うん、クレアで取ろう。よいしょっと。お遊びにもなりませんわ。守備上がってほしい、いいけど上がらない。まあでも 4P はいい方だな。腕を上げたな。で、アルムーグ出撃は危ないかな。火力27。あ、火力舐めとったわ。火力舐めとったわ。27か、結構高えぞ。27か、割と強いな。右にずれるか。まあ、死ななきゃなんでもいいよ。エクスカリバー。出ない。
まあ竜の盾持っていれば死ぬことはないと思われるリブロー。 あ、ここからマチルダさん回復できるのか、便利。生き返ったな。ここからでも届く、すげえな、射程後ってすげえな。一発外してくれるとね、すげえちょうどいい。外せ外せ、オッケーオッケーオッケー、それそれ素晴らしい。それでリュートでとどめさせるからちょうどいいでしょ。ありがとう。さあ敵のターンですよ。あ、そうくる。まさかお前たちがこれほどできるとはな。だがこの土勢はそう簡単には倒せぬぞ。痛えな。ナイス余計。マチルダ死なないんじゃないこれ。結構硬そうだけど。いいね必殺。ちょうど倒せる。美しき勝利ですわ。勝てー。強い強い。しかもマチルダさんさ、なんで牢屋にいんのに馬持ってんだ。素朴な疑問。え、何もしないのマチルダさん、なんで自分から殴れし。土勢が塞いじゃってっからね、非常にめんどくさいことになったな。硬いし防御20でしょ。クレイビー一回引くか。いいだろう。戦技鎧砕き19か。あー間違った、連打しすぎた。ダメージ見ようと思っただけなのに。しかもなんかフェルナン死にかけ、フェルナンじゃないや、ホルス、ホルスが死にかけになってもうたで。回復した方がよろしいんじゃなくて。助かったよ。まあなんかそんな急がなくても大丈夫そうな気がするな。マチルダさん全然ピンピンしてるし、こっから1か2か、あ、いやこれで1かけ2と2なら一発にかけよう。でねー、リブローで回復してあげて。どうもありがとうございます。この回復の床があるから敵ね弱らせすぎると逃げる可能性があるんだよな。まあ、とりあえずあーアーチャー倒しちゃおうかな。いいね必殺。お遊びにもなりませんわ。よし、こいつが飛行特攻持ってんのか。あれさっきのも持ってたのかな、わかんないけど。でリュートでこいつを倒す。どうだ、当然だ。いい成長、成長でいい経験値。アルマ、いや、そのままスルー。因縁の対決だなこれ。竜の盾をもらうときにシルクさんで君を倒したんだぞ私は。いいね、ちょうど倒せるんる。いいぞいいぞ、まだ来る。よいしょ、いやークリア強い。一撃、経験値全然入んねえな。
まただす。あの3体だ。まったく困ったもんだぜ。もうどうせや虫の息なので、誰でとどめを刺そうかなという感じ。どうしよっかな。一回引いて、いやエフィでとどめ刺すとね、多分経験値過剰なんだよね。一回このままホルスで鎧砕き。強い。このわしが、マイ鮮明ルドルフの小せがれにソフィアを売るつもりかな、あの裏切り者め。マイセン、なんでマイセンの名前が出てきたんだ今。話がよくわからんぞい。今マイセンって言ってね、だってマイセンってマイセン教でしょ。よくわからんな。よし、じゃあこれで終わりかな。当たればこいつ倒せばね終わるんだよね、ゾンビのコツで。さあ最後、これでも食らう。いいね。悔しい、ごめんね。というわけで無事に終了。よし、いい勝利だったね。やっぱそんな難しくないな。やったなアルム、今度こそ本当にドゼを倒したぜ。うん、あれどうしたんだよ、嬉しくなさそうだな。そんなことはないけど、ドゼが最後におかしなことを言っていたんだ。マイセンじいさんやルドルフ皇帝がなんとかって。え、どういう意味だ、なんで皇帝が出てくんだよ。わからない、でも僕もなんだか変な気分がするんだ。こうして勝ち進むたびに自分がソフィアから離れていくような。そんなの当たり前だろ、実際ラムの村からはどんどん離れていってんだから。俺だって家族は元気かなとか、村のみんなはどうしてるかなとか、ちょっとは恋しくなったりするぜ。そうかな、そういうことならいいんだけど。土勢がやられたか、となると解放軍がこの水門に迫るのも時間の問題。せいぜいお前には働いてもらうぞ、リューテ。あの裏切り者、なかなか役に立つではないか。またか。やっぱそうだよね、俺がなんか話を聞き逃してたとかそういうわけじゃなくて、純粋にドゼがマイセンって言ったのは、まあ、このストーリー上の謎であるという感じですね。なんでなんだろうな、マイセン、マイセンがなんか関わってくんのかな。でもマイセンが実は敵だったってことは多分ないよね、さすがに。わかんないけど、まあいいや、とりあえず、まあ砦内部は次回でいいかな、とりあえず今回はこの辺で締めたいと思います。多分砦内部に行くとね、マチルダさんが仲間になってくれると思う、俺はそう信じてるよ、だってユニットとして出てきたしね、緑軍だったけどユニットとして出てきたので、ユニットとして出てきたってことは敵か味方かどっちかには必ずなるはずなので、多分まあまあそんな感じで、というわけでね、今回はこの辺で締めたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。アディオス。